Valipu, Bride, number 2, Defender, Miu. The Groom, number 2, Ford, Koji. はい、その調子でよろしくお願いいたします。まもなく新郎新婦ご入場になりますので、どうぞその高いテンションをキープしたままお迎えしていただきたいと思います。それではお二人ご入場まで今しばらく。ありがとう。 So Japanese. Very shy. ただいまより土倉浩二様、長澤美穂様のご結婚パーティーを開演いたします。はじめに新郎より皆様へご挨拶がございます。皆さんこんばんは。そして早速熱いコールをありがとうございます。妙のお友達の皆様は今日初めて会う方も多いですけれども、新郎の土倉です。よろしくお願いいたします。 今日皆さんは、長澤フロンターレのサポーターの一員という、設定なので、ぜひ熱い声援をよろしくお願いいたします。そしてこちら僕のお友達は、土倉ヘルキーニョのサポーターの一員ということでよろしくお願いします。ヘルキーニョっていうのはですね、ベルリンのマスコットのプルマのですね、名前でして、それで今日は土倉ヘルキーニョということにさせていただきました。こちらも、熱い声援のほどよろしくお願いします。 早速、結婚のご報告ですけれども、9月の6日、彼女の誕生日にですね、入籍をしまして、川崎市役所に、婚姻届を提出しました。
僕も本籍が、川崎になりました。応援しているのはあくまで鹿島アントラーズなんですけども、一応本籍は川崎ということです、ただですね、ベルリンにいたのでちょっと結婚した実感があまりなかったんですけれども、今日の朝、赤坂のホテルモントレーというところで、身内で挙式を挙げてきまして、やっと、結婚したなという実感がふつふつと、2人とも湧いてきたところです。ちょっと一部にはですね、サッカー部の一部から、本当に大丈夫かと、今日ここでお嫁さんの顔を見るまでは何があるかわからんぞと、そんな悩むの声もあったんですけれども、まあ、僕は最後まで集中切らさずにですね今日ここに、立つことができました。まあ、ただこれも皆さんのサポートあってかと思いますので本当にありがとうございます。今日はですね、ぜひ皆さんと楽しい時間を過ごしていただければと思います。で最後にですね、今日シンガポールからもゲストが来ていただけるので、一言英語でもご挨拶させていただきます。 So let me talk a little bit in English because we have even guests from Singapore and thank you for coming today and we really appreciate it. We have just finished our wedding ceremony in the morning with my families and we are really really happy to be here with you guysAnd the wedding ceremony is one of the precious moments to our life. And I'm very happy to share with such a precious moment with you guys today. And as much as possible, I want to talk with you guys. And please enjoy. And not only with your table, please go around and please talk with other team as well. Thank you so much. ということで、皆さんよろしくお願いいたします。さあ、シモの恋によりパーティーの幕開けでございます。これよりお二人らしい優しくも熱い時間を皆さんおめでとうございますって感じですよね皆さんね今日どんなパーティーかよく分かんなくてネクタイをしたらいいもんかどうかいろいろ悩んだ挙句に結局こういうのちょっと優しくなかったサッカーにかこつけたなんかいろんなものの知恵を絞ってなんか喋りなさいって今ここで言われてきたんですけど、あまりにもここまで何も用意せずにマイクの前に立ったの結構久しぶりでございます皆さんの視線が結構痛く感じているわけでございますとさっき司会の方からもどのぐらい喋りますかって言われたんですよ。2時間と答えてみましたがまあこの程度のもんですわいやミオさんがうちの会社に来た時にですね、まあ、スケベン心回ってちょっかい出してみたんですね、スケベン心回ってちょっかい出してみて帰りのあれですね、横断歩道の横でですね、ところで長澤君は何か趣味があるのって聞いてみたらですね、いや私サッカーが大好きなんですって言われて、おおなるほどなるほど、おじさんもなサッカーチームやっておるのだよそれでですね、長澤さんに参加してもらってですね、すっかり、うちのチームのアイドルと化しましてですね、今回私の席の方に結婚の報告に来た時にはですね、さめざめと泣かせていただきましたそんなこともあって今日横にいらっしゃるこのナイスガイが彼女をね手に入れたっていうふうなことを、まあ、見て本当によかったです。いい男ですね、いい男だいやこれでやっぱりなんかちょっと見て嫌なやつだったりすると浮かばれないじゃないですか。六本木で深酒しちゃいますよ今夜ところがいい男だった深酒するよ今日さすがです、ありがとうございます。それでは皆様グラスをお持ちになりご起立をお願いいたしますまた前半だよ。
さあ、それでは皆様、どうぞ大きな拍手でお送りください。
新郎新婦のお二人をお迎えしたいと思います。お二人が入場されましたら、皆様のテーブルへご挨拶に伺います。どうぞその時におめでとうの言葉と、そして記念のお写真をお撮りになってください。それでは拍手でお迎えください。新郎新婦ご入場です。背番号をどうぞ皆さんに見せてあげてください。
これで永井さんも日本を背負うことになると思います。はい、どうぞお席へお進みください。フロンターレの T シャツでございます。はい、発表します。こちらのサインですけれども、フロンターレを代表する中村健吾、大久保嘉人、そして伊藤大樹のサインが入っている D、 伊藤雅史さん、どうぞお越しください。はい、どうもありがとう。ソニーの車両などまだ持っていらっしゃらないそうです。はい、どうぞご受け取りください。はい、じゃあ一言お願いいたします。みほさん、おめでとうございます。コウジさんとは留学してる時に、仲良くさせていただいて、その後仕事でご一緒させていただいて、本当におめでとうございます。ありがとうございます。土倉君、フォワードだと最初紹介されたと思いますけど、彼はフォワードではないです。完全に経歴偽証ということで、実はここに仕入れてきたものがあります。レッドカードすいません、僕もノープランで来ましたんで、なかなか出番が来なくてですね、もう集中力が切れてる時間になってますよ。サッカー部の先輩として、まあ、結婚の先輩として、ちょっと2つほどお二人にアドバイスをしたいことがあります。まず皆さんこれをお受け取りになったと思いますが、フロンターレファンということで、フロンターレの意味を皆さんご存知ですか？先ほどググってきたんですけど、イタリア語で正面ですね。で、なぜフロンターレっていう名前をつけたかというと、正々堂々戦うぞということをチームのモットーにしたいということで、フロンターレ長沢、長沢フロンターレで、もう浸透ならないでくださいね。で、結婚につなげていきたいと思うんですけど、よろしいですか？ちょっとグダグダで長くなると思いますけど、お付き合いで。ロスタイム10分ほどいただきたいです。やはり結婚っていうのはですね、夫婦が向き合って初めてうまくいくと思いますんで、二人に送る言葉としては、どんな苦難があってもまずは向き合って苦難を乗り越えていただけたらなと思います。うまいこと言いましたね。ありがとうございますでは2つ目、土倉ヘルティーニョということで、
先ほどヘルタベルリンの、まあ、マスコットというか、僕これヘルティーノ、ヘタリーノって呼んでたんですね。土くらいがヘタレではないわけです。ヘルティーニョイコール、まあ、要はベルリン、ヘルタベルリンの、まあ、先ほど細貝さんにね、細貝がね、ベルリンといえば皆さん何を想像しますか。もうね、年寄りの方はいらっしゃらないんであれですけど、ベルリンの壁ってご存知ですか。知ってる。これも先ほどうぬってきたんですけど、1989年に崩壊したんですね。まあそれは全く関係ないんですけど。で、壁、夫婦には壁は必要じゃないと皆さん大思いかも。壁はすごい大事なんです。夫婦には壁は必須です。何を言ってるかと思いかと思いますけど、壁じゃなくて、ね、距離感なんですね。夫婦に一番大事なのはね。で、土屋君ディフェンスなんですけど、距離感がすごい苦手な人で。夫婦生活のこの距離感、ここをちゃんと見つけて、お二人末永くお幸せにいっていただけたらなと思ってます。これもうまいこと言ったんで、皆さん拍手。で、まあ、ということで、2つっていうのは3つ目。え、ソニーに伝わる3つの袋の話をしたいと思うんですけど、今日はやめときますんで。あの、我々ここにいるソニーサッカー部の仲間です。で、まあヘルタベルリンもいいですし、フロンターレもいいんですけど、ソニーサッカー部っていうのがあります。で、ミオさんは今日ね、あのソニーサッカー部の一員になられているということで。我々もあの、ね、ドイツから帰ってきて、ちゃんと土倉君のいる場所は取っておきますんで、宮尾さんもあのソニーサッカー部のサポーターとしてぜひいらしていただいて、土倉君の勇姿を応援していただき、我々のヘタレチームもお祝い、あの応援して、お祝いして応援していただけたらと思います。ということで、すみません、グダグダのスピーチでしたけど、お祝いの言葉と書いてください。おめでとうございます。赤野様、ありがとうございました。試合を行ってきましたが、今日をもちまして移籍いたします。辻倉フロンターレとして海外に完全移籍することになりました。ベルリンでの生活は、私は11月から、行く予定になっておりまして、日本にいるのはあと1月ほどになります。皆さんとなかなか会えなくなるのが本当に寂しくて、友達とか家族とか、あと特に直人は、妹とは31年間ずっと一緒に過ごしてきましたので、離れて暮らすっていうのがなかなか想像できないんですけど、直が困ってたり、なんか寂しかったりした時は、ぜひ皆さん声をかけて任せて一緒に来てもらえればなって思ってます。逆にあの皆さんもぜひベルリンに遊びに来ていただいて、一緒にヘルタベルリンの試合を見に行ければなと思っておりますので、いつでもお声掛けください。本日は誠にありがとうございました。新郎よりご挨拶いただきました。続きまして、新郎より皆様へご挨拶がございます。今日皆さん、すごい大きなご声援をありがとうございました。もうすごい応援いただいて、本当に2人勇気づけられましたし、もうちょっと何言っていいかわからないぐらい2人感動しました。ただ皆さんからいくつかフィードバックいただいてですね、ちょっと途中までメモってたんですけども、ちょっと全部はメモれませんでしたけども、ちょっと足りなかったらごめんなさい。一つはですね、集中しろと。僕は今回ウェディングカップファイナルっていうことで2人で名付けましたけども、もうこれが終わりじゃなくて、もう本当にただキックオフしただけだと、もうこれで集中切らしたらお前ダメだぞというふうに言われました。やっぱり本当にそうだなと思って、これから2人でベルギーに行って新しい生活を始めるので、
まあ、本当にただスタートでしかないので、またこの場で集中引き締めてしっかりこの先も頑張っていきたいと思ってます。で、彼女は11月に来てくれるんですけども、すごいホームシック 100% かかると思います。で、川崎にもすごく帰りたくてしょうがないと思います。で、帰ると思うので、皆さんその時からすいません、ちょっとその川崎の皆さんに飲まされすぎまして、で、その川崎の皆さん中心にですね、ポリタクの皆さんも本当に大学の皆さんもですね、帰ってきた時には温かく迎えてやってですね、パワーをまた与えてベルリンに送り出してもらえればと思います。で、こちらの皆さん、なんかなんかさっきチラホラ聞こえてきたら、お前なんか遊んでばっかいるんじゃないかな、サッカー毎週見に行って仕事をお前してるのかとみたいな話もありましたけども、ちゃんと仕事してその後サッカー行ってますし、ちゃんとやってますんで、心配しないでください。そこだけは保証します。それと、皆さんさっき抽選の時にですね、メッセージも読ませていただいたんですけども、ブンデスリーガーに興味を持っていただいている人がすごく多くてですね、本当いつでも来てください。そこらのドイツ人よりもブンデスリーガー見てますし、そこらのドイツ人よりもブンデスリーガー知ってるつもりですので、皆さんがもしドイツにお越しいただいたらですね、いつでもブンデスリーガーをご案内しますので、ぜひ、気兼ねなくですねお越しいただければと思います。来ていただければ2人にとっても本当に大きな力になると思います。今後ともよろしくお願いします。で、最後にまたシンガポールからのゲストにも分かるように少しだけ英語で話をさせていただきます。 So let me talk again in English for the Singapore guest. Thank you for coming andI was moved so much, and she was moved so much, and we really enjoyed it so much. And, but one thing I want to tell you is, you might misunderstand that I enjoy too much in Germany. Drinking beer every day, and eating sausage, and watching Bundesliga every weekend. That is true. That is also true. But actually, I am struggling too much in Germany, because I am the only Japanese people in the Sony Germany, in my division. And every meeting email is in German. I feel it's loading too much. And I sometimes feel I'm alone. I'm just by myself in Sony Germany. But today I realize I'm not alone. You know, I have a lot of friends and I have a lot of supporters.And that is totally significant for me. And without you guys, only one supporter. Oh, okay, they understood. They understood. Okay, my message is without you guys, it's impossible to survive. Even not only for me.But also hard. So please support as much as possible. And I realize we never walk around today. Thank you so much. And thank you all very much.新郎新婦のお見送りの準備が整うまで行きましょう。 So come, set us up, breathe, no love, don't you want to
準備のできた方よりお開き口へと進んでいただきたいと思います。そして、お一方、ご紹介させてください。 So, the guest from Singapore, please stand up. Ah, this is Rick. No, the picture. ちょっと待って。